皆さん、こんにちは。今回で4回目となる s t e a m で見逃せないアクションゲーム5選から1本を紹介していきたいと思います。今回紹介するゲームは赤老 Shadows Dye Twice です。こちらのゲームはオリジナルの日本の戦国時代を舞台とした忍びの孤独な戦いを描くアクションゲームとなっています。Stream では毎年ゲームオブザイヤーを決めるのですが、 こちらのゲームは2019年にノミネートされている、えー、たあの素晴らしいゲームとなっています。それではこのゲームの特徴について紹介していきます。一つ目は戦闘です。アクションゲームとして見逃せないのは戦闘システムです。赤老では戦闘は主に剣撃、忍殺、隠密、義手人グ、鍵玉の5つがポイントとなっています。全部を紹介するには 量が多いので、ここでは、剣撃と忍殺の2つを紹介したいと思います。剣撃は、こちらからの攻撃、相手からの攻撃に合わせたガードを巧みに扱うことで、刀の達人のような戦闘を行うことができるようになっています。また、剣撃をすると、体幹を削ることができ、相手の隙を意図的に作ることができます。この戦闘システムにより、緊張感と、 爽快感を感じることができるようになっています。忍札とは、えー、相手を一撃で倒すことができるシステムとなっています。こちらは、剣撃、先ほど説明した体幹を崩した隙や、えー、相手に気づかれずに背後に回ることによって、えー、できるようになっています。真正面から、もしくは背後からの一撃は、爽快感や達成感を味わわわせてくれるものとなっています。 二つ目に世界観です。赤老では実在した人物や場所はその登場しないオリジナル日本となっています。そのため、お城や寺などの建築物から山や谷のなどの自然物まで日本古来の色鮮やかな美しさを見て回ることができます。また、戦国時代らしい血生さを持った風景も見ることができます。三つ目にストーリーです。アクションがメインとなるゲームなんですが、 ストーリーも見逃せないポイントとなっています。このゲームではマルチエンディングを採用しており、一度ゲームをクリアするだけでは全てを網羅することができないので、このゲームではマルチエンディング、えー、できないので、あのー、皆さん何回もプレイしてみてください。えー、そして主人公が主のために一人戦乱の世を戦い抜く姿をぜひご覧ください。いろいろな特徴を <laughs> 紹介してきましたが、 いかがでしたでしょうかアクションゲームとしては難しい部類に入るゲームなので万人受けするものではないと思います。しかし、アクション好きにはきあ進めて間違いないゲームだと確信しているので、ぜひ遊んでみてください。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。